皆さん、こんにちは。環境政策課です。10月より高岡市ではゴミ集積場でコイン電池の収集を開始します。そうなんですか？すっごく便利になりますね。おっと、待ってください。回収場所を増やすにあたっては絶対に守ってもらわなければいけないことがあります。それは何ですか？コイン電池を出すときには絶縁テープ、絶縁テープでしっかりと端子部分を覆ってから捨てるようにしてください。せっかく集積所に出せると思ったのに、なんでそんな面倒なことをしなくちゃいけないんですか？いい質問ですね。コイン電池は他の金属や電池と接触するとショートして発熱したり火災の原因になったりするんです。テープで絶縁することで火災のリスクを防ぐことができます。コイン電池の絶縁の仕方はこのように行ってください。ご家庭にあるセロハンテープでコイン電池の両面をくるんでください。はい、これで大丈夫です。安全で安心かつ便利な暮らしには市民の皆さん一人一人のご協力が必要です。よろしくお願いします。絶縁しないとすごく危険なんですね。ちなみにこれも捨てていいですか？それはダメだよ。ボタン電池って言うんだ。ボタン電池はゴミ集積場には出すことはできないんです。どうして対象外になっているんですか？はい、ボタン電池は微量の水銀が使用されているものもあるため、一般社団法人電池工業会というところで回収し、リサイクルなどの適正処理、自主の取り組みを行っています。そのため市では収集処理をしていません。どうやって処分したらいいんですか？はい、ボタン電池はボタン電池回収協力店に持ち込んで引き取りを依頼してください。わかりました。家にコイン電池が溜まっていて捨てるのに困っていたんです。10月からすっごく便利になります。皆さん、日頃から分別にご協力いただきありがとうございます。今回の説明でわからないこと、確認したいことがありましたら環境政策課までご連絡ください。では皆さん、引き続きご理解とご協力をよろしくお願いいたします。